さあ、墨染め楼閣続きやっていこう。前回が、この主人公のね、市葉ちゃんっていう女の子が、般若に襲われて、そして気づいたら、なんか似てるけど違う世界にいて、まあ、そこで、百面と名乗る、百面っていう名前の、なんかまあ、化け物に追われながら、少年少女三人と出会い、その後、5人の自分と同じように囚われている人たちと出会って、さあじゃあ、どうしようか。で、百面に最初に襲われてしまった男の人がいたので、その人を助けに行こうっていうところだったかな。一応ね、前回の動画自分で見直したら、ちょっと名前間違ってたりしてて、ちょっと申し訳ないなと思いましたので、名前一応、わかりやすいように、自分にとってわかりやすいようにメモりました。はい。ということで、じゃあ続きやっていこう。あ、一番下だよね。よし、こっからだ。やっていくぞ。幸い私たちは一度も化け物と遭遇することなく階段にたどり着くことができた。けれど、階段を降りている時に問題が起こった。ほい。え？おっと？今なんかミスったな、俺。階段の引き金の一部がかなり腐食していたらしい。運悪く若葉さんが、踏み面ね。その場所に足を置いてしまい、崩れてしまった。お、危ねえな。なんか、だいぶなんか、ちぐはぐな感じするよな、やっぱり。体勢を崩した若葉さんは、とっさに手すりを掴もうとしたものの、手が届かなかったようだ。前の面になり、転げ落ちそうになっていた。危ない！お、大輔。ナイス。数段下にいた大輔さんがとっさに腕を広げ若葉さんを抱き止める。それでなんとか事なきを得た。大丈夫か？ありがとう。大輔さんから離れた若葉さんは膝から力が抜けたのか手すりにもたれかかった。いや、こういう極限状態の中でそういうことあるとめっちゃ怖いよな。彼女の手は一方は手すりを強く握りしめながら、もう一方の手は気遣うようにお腹を押さえている。妊娠してる？彼女のその何気ない動作が引っかかった。妊娠してんのか？足元に気をつけろ。本当にこの屋敷は一箇所だけやたら古くなってたりするから油断できない。下手すると床板が抜けて、ささくれで足をやられるぞ。あ、それ痛えな。私が先に行って確かめてくる。動けずにいる他の人たちに代わって、これがね、みつかちゃんって、なんか前回みかちゃんって呼んじゃってたんだよな。みつかちゃんが階段の職を確かめながら駆け下りていった。みんな、ここを直線に降りれば問題ないわ。階段に登ったみつかちゃんはブンブンと腕を振る。あいつ、元気だな。ちょっと声変えるか。大輔さんは苦笑していた。こんな陰鬱な場所に囚われているのに、みつかちゃんは驚くほど前向きだ。その明るさに救われている。そして私たちは1階まで降りて玄関の前に立った。それじゃあ、開けるぞ。少しずつ開いていく扉を私たちは固唾を飲んで見守った。ちょっと音量下げるか。ここ。外に出たら何が起こるかわからないという不安があった。窓からは庭の景色は見えたけれど、本当に庭が存在しているかどうかも定かじゃない。若葉さんたちの表情も不安でこわばっていた。扉が開くと隙間から氷のような冷気が流れ込んできて一気に体温を奪われた。氷ってなんか日和ちゃん関係ねえよな。俺漢字間違ってんじゃん。日和の日ってやつ永遠のようにしろ。庭は確かに存在した。緑色の芝生は暗闇の中では青黒い海原と一体化していて、境界線が分かりにくいけれど、そこは確かに地面があったのだ。大輔さんが庭に出て行ったので、私たちもこわごわと外に踏み出した。地面が沈み込むということもなく、しっかりと足を立てることができた。庭を歩くことはできるみたいだな。応用と広がる海原を前にすると呆然としてしまう。窓の景色からここが海に囲われていることは知っていた。だけど実際に海の前に立つと、今私たちがいる場所が本当に孤島のような場所で、誰の助けも
き望めないことを改めて思い知らされ衝撃を受けている。あれはよく見ると、波間にポツポツと橙色の光の波が見えた。街灯？あれは灯籠か？あ、そっか、当時灯籠か。大輔さんも明かりに気づいた。正方形の光が波間を漂っている。と、蛇の背のようにのたうつ海面を潜りながら、それはスイスイと水平線に吸い寄せられるように、私たちがいる場所から遠ざかっていった。その光景には見覚えがある。灯籠流しか。ああ、あったね。なんかそういうのあるよね。台湾で今有名。あ、台湾は飛ばす方か。誰が海に灯籠を流したのだろうか。心当たりといえば白衣の少年たちぐらいしかいない。本当に外には何もないんだね。気丈に振る舞っていたみつかちゃんも今はそんな余裕を失っているように見えた。海の広さに恐怖を覚え視線を外すと、筒のようなものの中を覗き込んでいる、これが高澄くんの姿が視界に入った。万華鏡だと思ったんだけどな、これ。あ、望遠鏡なんだ。高澄くんのその動作から、私は彼が持っていた何かが望遠鏡だったのだと気づく。望遠鏡で何か見える？近づいて話しかけてみる。離れた。警戒させないよう、できる限り優しく話しかけたつもりだったのに、高澄くんは肩を縮めてしまった。これ望遠鏡じゃない。万華鏡。あ、やっぱり万華鏡か。そうだったんだ。この状況で高澄くんが筒の中を覗き込んでいたから、てっきり遠くを確かめるためにそうしているのか、いるのだろうと思い込んでいた。近くで見ると、万華鏡の持ち手には特徴的な模様が刻まれている。肌身離さず持ち歩いているのだろうか。表面には傷が多く、色もくすんでいた。万華鏡をまじまじと観察していると、私の視線に気づいた高澄くんが万華鏡を背中に隠してしまった。本当にコミュニケーションを取ろうとしない子だね。その動作に少し傷つく。高澄くんは構ってほしくないようだ。そのことをはっきりと態度に示されてしまった。怖がらせるだけだから、あんまり話しかけない方がいいのかも。まあそうだね。無理に近寄る必要はないと。見知らぬ人間に話しかけられることを怖がっているのかもしれない。いや、そりゃそうだ。俺だって怖いもん。いや、なんかさ、田舎なんだけどさ、俺ね、急にさ、あなたたち何年生とかさ、子供の頃言われたことあって、スーパーとかでも知らねえおばちゃんたちに、ねえ、これどこにあるかわかるとか言われるんだけど、やっぱりびっくるぜ。誰ってなる。でもどうして今万華鏡を見てたのか気になるし、全員どんな模様が見えるんだろう。この、いちはちゃんの好奇心やべえよな。万華鏡の模様が見たいから貸してほしいと頼んでみようか。もしくは、どうしてこの状況で万華鏡を見ていたのか、その理由を聞いてみようか。無理に言ったらダメな気がすんだよな。どうして？どうして今万華鏡を見てたの？これ母さんがくれたものなんだ。だから不安な時に覗き込むと気持ちが落ち着く。そうなんだ。そっか、お母さんだったら無理にね、ダメだ。感情を表に出さないだけで高澄くんもずっと怖かったようだ。それを和らげるために万華鏡を覗き込んでいたらしい。そうだよね。不安にならないはずがない。なんかね、一応一本道なんだけど、デッドエンドが6つあるみたいなこと書いてあったんで、ちょっと俺ビクビクしながら選択肢選んでるんですよ、実は。こう見えてね。この絶望的な光景を前にしてなお、自分を保てる人がどれだけいるだろう。大人でも取り乱してしまいそうな場面なのに、幼い高澄くんが必死に自分を保とうとしているだけでも立派だ。この子はしっかりしている。彼ぐらいの年齢の子供なら、母親や父親に会いたがって泣きわめいたり、ダダをこねてもおかしくない。何歳ぐらいなんだ ?10 歳いってないよね。多分8歳とかそんぐらいなのかな。でも高澄くんは冷静だ。あまりにも感情が見えにくくて、これはこれで少し心配になるけれど。話してくれてありがとう。お礼を言うと、高澄くんはこくりとうなずく。関係性は悪くなってないようでよかったね。それ以上高澄くんを煩わせないために私は彼から離れた。このまま海を眺めていても仕方ないな。そうつぶやいて大輔さんは私の方に向き直る。一葉、百名はその男をどっちに引きずっていったんだ？向こうです。私は裏庭を指さす。
枯山水的な感じのところだっけ。なんかあれだね、奥様 A 子様に出会ったところとなんか似たような背景なのかな。裏庭に続く道に移動すると、なんだこれは、あのような溝を見つけた。わら、なんだろう。大輔さんが膝をつき溝を確かめる。跡が残ったような、あー、手か、手の跡だ。あの、自分を引きずっていくから助けてってもがいて、その地面を掴もうとしてのその手の溝じゃない。どうやらそれが男性を引きずっていた痕跡のようだった。5本の指の形すら、金型で型を取ったようにくっきりと残っていて、背筋が凍える。そいつは裏庭の奥に連れて行かれたみたいだな。引きずられた痕跡は裏庭の奥に続いていた。進むべき方向が分かっても誰もすぐには動き出そうとしなかった。恐怖が足を重たくしているのかもしれない。行くか。自分に気合を入れてもか、大輔さんは少し大きな声でそう言って、持ってきたランタンのろうそくに火を灯した。ランタンの橙色の光の輪がわずかながら庭木や垣根の輪郭を光の線で縁取ってくれる。よー、一列になって屋敷の周りをぐるりと巡ってみた。回ってみたかな。屋敷の側面も庭を挟んで海に面していた。屋敷の構造や造形と同じく、庭の造形も現実の恩宮寺の庭と庭木の位置や石の配置に至るまで全く同じだ。そう、俺の予想これ過去だと思ってるから、だから若葉さんと入れ違いになって、入れ違いっていうか、あの、合ってないんだよ。で、若葉さんの子供っていうのも気になるし、あの、さっき名前いろいろ調べてたらね、高澄くんが、恩宮寺家の、子供の、まあ、息子さんか、吉住くんっていうのとなんか名前似てんだよね。なんか関係あんのかな？っていうところが今気になってるところですね。庭を突き進む中で、私は庭木の溝に、横に放置されている斧を見つけた。斧、薪を割るためのものか、それとも庭師が低木の枝を切るために使っていたのか、どちらにしても道具をしまい忘れたようだ。私は斧を手に取り、持ち手をしっかりと握る。見た目通り斧はずっしりと重かった。武器にすんの？おい、なんでそんなものを拾った？化け物と戦うにしても何か武器が必要だと思った。この子強いんだよ。たまげたな。あんた、あの化け物と戦うつもりなのか？大輔さんは驚いている様子だった。まさか自分から戦いを挑むつもりはありませんよ。でも追いつかれた時に武器は必要です。勝てないことは分かっていますが、せめて何か抵抗したいんです。自分から挑むつもりはなくても追いつかれたら戦うつもりでいるだけでもすげえ。あの化け物を見たら普通は戦意なんて粉みじんになるもんだろ。斧を振り回した程度で追い返せる相手には見えなかったし。そう、百面の子だ。そうかもしれない。百面は大人の男を片手で振り回せるほどの怪力の持ち主だ。大輔さんの言う通り、私が斧を振り回したところで倒すことはおろか追い払うこともできないはずだ。それでもできるなら最後まで抵抗したいね。なんかさ、俺たとえ決まってたとしてもさ、何もしないで死ぬよりかは抵抗して死ぬ方が生きたっていう証になると思ってるから、抵抗していきたいよね、死ぬにしてもね。あんた、肝が据わってるな。そうですか。化け物がうろついている場所なのに妙に冷静だし。そんなこともありません。かなり怖いと思ってますよ。でも好奇心が旺盛すぎ、この世界に来てから一瞬でも心が休まる瞬間はなかった。気を抜くと恐怖の前に膝を折ってしまいそうになっているのは私も同じ。自分を奮い立たせることでなんとか平静を保っているに過ぎない。確かに全く怖くないわけじゃないだろうが、それでも他の人たちのビビり用に比べればあんたは肝が据わっている方だよ。普通は逃げることしか頭になくて武器を手に取ろうとすら思わないはずだ。私は昔から感情が見えにくいと言われてきた。こわもての男に因縁をつけられそうになった時も、豪雨に見舞われて船が転覆しそうになった時も、一緒にいた家族が言うには私はあまりにも落ち着いて見えたそうだ。冷静すぎて不気味だと言われたことすらある。まあ、いやでもある意味安心もしそうだけどね。あ、大丈夫なんだみたいな。まあいい悪いはね、ほっといたとして。ここでも同じことを言われて改めて自分の性格を再確認させられた。とにかく武器を持っておきたいんです。ダメですか？あんたの好きにすればいい。むしろ頼もしいよ。大輔さん、いい男だな。斧を持ち私たちは先に進んだ。
BGM が止まるのが怖い。そうそう、場面が変わってる。屋敷の裏手も裏に、前庭と同じように海に面しているんだろうと思っていたけれど、裏には山があった。神社近いんじゃねえの？御宮寺神社。三福石階段が縦に貫いていて、階段の頭上に鳥居のようなものが見える。神社があるのかもしれない。登ってみよう。大輔さんが率先して階段を登り始める。後に続き階段を登っていると、階段横の灯籠の列の中に地蔵が混じっていることに気づいた。小さなお地蔵様は笑っているように見える。石段の透明や、蹴上げには、真新しい血痕が残っていた。百名に引きずられた男性が段差で体を傷つけられたのだろうか。ガン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 、いてー。鳥居をくぐり、参道らしき道を歩いて奥に向かう。予想通り奥には神社の拝殿らしき建物があった。行儀よく左右に並んだ狛犬の像が私たちを出迎え、奥の祭銭箱の上で、中連縄の藁とし、にゃむよ、しでって読むんだ。風で落ちて木の葉のようにひらひらと揺れている。参道の脇に、長寿者や社務所も見えたけれど無人のようだ。何時なんだろう。おー、やっぱりそうだ。御宮寺神社なんじゃない？狛犬や拝殿に見覚えがあった。ここ、御宮寺神社だわ。ああ、そっか、若葉さんもね。私より先に若葉さんが声を発していた。御宮寺神社を知っているんですね。初詣に奥様が御宮神社に連れてきてくれたから。私もです。ここまで若葉さんと同じ職場で働いているという確信が持てなかったから、ようやく共通点を見つけることができてほっとした。あなたたちもここに来たことがあるのか？あんたたちも？もしかして大輔さんも？御宮寺神社がやっぱりじゃあ関係してんのか？小さい頃に一度帝都に来たことがあるんだ。その時に時間が余ったんで母さんがここに連れてきてくれた。母さんも若い頃帝都で働いてた時期があって知り合いにこの神社のことを教えてもらったそうだ。以来帝都にいる間はよく、ってわかんない。もう、初詣のモードだからモードでっていたらしいでいいのかな。私もよ、おばあちゃんに連れてきてもらったわ。おー、よしこおばあちゃんとおばあちゃんか。そう言ったのはよしこさんだ。御宮神社なんて知らない人の方が多いと思ってたのに。みつかちゃんも？若葉さんに泊まれ、みつかちゃんをうなずく。高澄は、何度か来たことがある。聞かれる前に高澄くんはそう言った。共通点これかな？お守りももらったわ。ほら、お守り！若葉さんから袖から取り出したお守り袋を見せてくれた。私も持ってます。同じやつ。私も袖の中からお守り袋を取り出して若葉さんにたちに見せる。俺も。私も。大輔さんの袖に続き、みつかちゃんの物入れ、よしこさんの帯の中からもお守り袋が出てきた。最後に大輔さんが高澄くんに目を向ける。高澄くんもおぞおぞ手を挙げて、閉じていた五指を開いた。ずっと握ってたのかい？彼の手のひらにもお守り袋が乗っていた。私たちは顔を見合わせる。すごい偶然だな。全員が御宮神社に待っているなんて。これが共通点だろ。いって。いや、なんか俺さ、実況中体痛めることすげえ多いんだけど、俺だけ？不思議だ。御宮神社は小さな神社で、帝都から少し離れていることもあり、知名度も低い。帝都の人たちが初詣に行くのなら、もっと有名な神社を選んだはずだ。なのに偶然ここに集まった全員が、御宮神社を一度は詣でていて、しかもここで買ったお守りを持ち歩いていた。すごい偶然だと思う。偶然じゃないと思う。それが理由で絶対連れてこられてんだよ。でもどうして神社がこんな場所にあるのかしら。御宮神社は帝都郊外の山奥にある。当然、御宮寺の屋敷の裏手にあるものではなかった。考えても仕方ないか。こんなおかしな世界なんだし。なんか百面に、囚われたものは、なんか神社に連れて行かれて捧げられるか取り込まれるかみたいな、なんかそんな話してたんだけど、場所が案外近い。すぐそこじゃん。結局その結論に頼るしかなかった。すべてが不可思議なこの世界では考えることも無意味に思えてくる。そういえば、これは千早くんが奥宮って言ってたよな。御宮神社の奥宮に連れて行かれます。そこで捧げられるか取り込まれるかが決まるんです。
ジャイヤ君の声が耳に残る。蘇る。そうだった。ジャイヤ君がそう言ってたのに、今まで忘れてた。どうしてすぐにジャイヤ君から聞いた話を思い出せなかったんだろう。この三人もよくわかんないんだよ、まだ。この世界では屋敷と恩宮神社がこんなに近かったのね。そのことを知っていたのなら、もっと聞きたいことがあったのに、と、歯がゆく思う。実は、私はみんなにジャイヤ君から聞いた話を伝えた。聞こえると一同の眉は曇ってしまう。捧げるとは、なんだか嫌な響きだな。奥宮ってどの建物のことかしら。俺も詳しいわけじゃないが、一つの神社の中にいくつか社殿があるだろう。本殿より奥には社殿のことをそう呼んでた気がするが。ということは、真正面のものじゃないの。若葉さんは拝殿と本殿の奥に見える、さらに高い場所へとつながる、苔生やした石階段を見上げた。その場所はここよりもさらに山、深い場所で、階段の先は暗闇に支配されている。少年の話が正しいなら、百名に捕まったその男は、この上に連れて行かれたってことになるな。血とか残ってない？どうする？奥宮に行ってみる。おい、隠れろ！突然、大輔さんが動いた。高澄くんとよしこさんは大輔さんに腕を引かれて、潮水車の影に引っ張り込まれた。大輔さんは突然の行動に驚いたものの、隠れるという言葉には無意識のうちに体が動いていた。私もみつかちゃんと若葉さんの背中を押しながら、潮水車の影の中に飛び込む。声を出すな。大輔さんにそう注意され、うなずくしかなかった。まあね、はーいとかって言えないしね。大輔さんの睨むような視線は山奥へつながる石段に向けられている。百面じゃない。私たちがその石段を中心していると、石段を覆っている木々の影から巨大な影が分離したことに気づいた。百面だ。石段を置いてきた百面は大きな頭を振り子のように左右に振りながら表道を参道を歩き鳥居に向かう。私たちは息をつ貯水車の裏から、参道に伸びる百面の影を睨んだ。幸い、百面は私たちに気づくことなく鳥居をくぐって屋敷の方へ戻っていった。百面の後ろ姿が見えなくなり、足音すら闇に溶けても、私たちはしばらく動けずに、潮水車の陰で縮こまっていた。いいね、この緊張感。言ったみたいだな。大輔さんが立ち上がり、鉛のようなため息と一緒に沈黙を破る。見つからなくてよかったわ。次にみつかちゃんが立ち上がった。それで私の金縛りも解ける。これでその男がこの上に連れて行かれたことが確定したな。百面が、奥宮があると思われる方向から引き返してきたことで、男性が奥宮に連れて行かれた可能性が高まった。どうするの？ここまで来たんだ。行くしかない。まあ、百面は多分、ね、また屋敷の館の中に行ったと思うから、その間に何かすることはしないと。大輔さんは動き出す。一抹の不安引き継ぎつつ、私たちも後に続く。石階段の奥は鬱蒼と生い茂る木々が月明かりを摘み取っていて、とても暗かった。私たちは青い闇の濃度と、遠くから響いてくる野鳥の声に怯えながら、大輔さんが掲げる、ランタンの光を目で追いかける。大丈夫ですか？最後尾のよしこさんが苦しそうに手すりにもたれかかっていることに気づいて、私は彼女のところまで引き返した。年だしな。少し膝が痛くてね。捕まってください。ありがとう。私が差し出した腕によしこさんは手を預けてくれた。手伝うわ。若葉さんも引き返してきて手伝ってくれる。私と若葉さんで最上段までよしこさんを支えた。助かったわ。ありがとう。頂上にたどり着き、少し休息した後、よしこさんはそう言った。膝ってくるからね。でも今度は高澄くんが疲れたのか、階段の途中で立ち止まっている。高澄くんどうしたの？気になったのか、若尾さんもう一度階段を駆け下りていった。若い人がしっかりしてくれているから、本当に助かるわ。次も手が必要になった時は言ってください。ありがとう。ここも不気味な雰囲気ね。よしこさんは、木枯らしにざわめく木々を不安げに見上げた。屋敷の中では、あの化け物が出てくるかもしれないとビクビクしてたけど、ここはここで。熊が出そうで恐ろしいわ。まあ、リアルな怖さがあるのは山奥だよな。熊。熊と聞いて最近起こった事件が頭をよぎり、うなじが泡立つ。熊といえば、三毛別で起こった事件は本当に恐ろしいわね。よしこさんも同じことを考えていたようだ。これは北海道だっけ？
村の人たちが熊に襲われた事件ですよね。ヒグマね。そうよ。日本でそんな恐ろしい有害が起きるなんて。よしこさんは羽織紐の玉に触れながら、ふーっと重たい息を吐き出した。今月の最初の週に、北海道の三毛別という場所で村人が熊に襲われるという事件が起こっていた。人間のね、肉とか血の味を覚えてしまった熊は凶暴だからね。確かに幽霊や妖怪も怖いけれど、それと同じぐらい獣も恐ろしい。異界であるこの場所にも獣は出没するのだろうかと一瞬考えてしまった。ここが奥宮か？大輔さんの声が聞こえたんで、私たちは大輔さんたちが集まっている場所に移動した。二歩村の道の先に王道、奥宮と呼ばれる建物があり、道はその奥で途切れていた。ここが御宮神社の敷地の終点のようだ。男性が引きずられた痕跡も奥宮の入り口で途切れていた。かなり大きなお堂ね。いくつかの神社を巡ったことがあるけれど、本殿の奥にある奥宮という建物は私が知る限り規模が小さいものが多かった。それに比べて目の前の建物は大きく、拝殿にも劣らない広さがある。その男はこのお堂に連れ込まれた可能性が高いようだが、私たちは奥宮の入り口に目を向ける。奥宮は暗闇の中で沈黙している。中から人の声が聞こえてくることもなく、人間の気配はおろか生き物の気配すら感じられなかった。誰かいるか？いるなら返事してくれ。大輔さんが奥宮に向かって呼びかけた。返事はなかった。中に入ってみる？いや、入るのは危険すぎる。あの中にも百面みたいな化け物が潜んでるかもしれないんだ。入らなきゃいけないんだとしたら、せめて何か武器を持ってこないと。斧じゃないの？これを使いますか？斧だけじゃ心もとないよ。百面は屋敷の方に引き返していったから、遭遇する危険は低いものの、この世界に百面以外の化け物がいないとは限らない。ん？ご神木があるわ。よしこさんが大輔さんからランタンを奪って、お堂を囲む柱のように天に伸びている4本の大木に光を向けた。まっすぐ伸びた杉の木には、中連縄が巻かれ、それが御神木であることを表している。そういえば、御宮神社で神主さんに地獄で迷うことがあったら、祭壇にこのお守りを捧げなさいって言われたわ。よしこさんは袖からお守りを取り出して表面を撫でる。ここが冥界で、私たちが何かの理由でさまよっているのなら、お守りを祭壇に納めに行くべきじゃないかしら。なんか言われてたよね、いちはちゃんも。奥宮の入り口を見る。奥宮の中は暗く、とても入る気にはなれなかった。中に入れっていうのか？ゾッとしないな。大輔さんも乗り気じゃないらしく、そこから一歩も動こうとしない。神主さんの話を信じないの？生前の罪をただ納めるだけで帳消しにしてくれる免罪符なんて、そんな都合がいいものを信じる気にはなれないな。罪にはそれ相応の報いがあるはずだ。あらまあ。よしこさんは眉を潜める。だから俺はやめとくよ。できるならそいつを助けたかったが、ここが引き際だ。命まではかけない。大輔さんは最初からそう言っていた。きっとあらかじめ引き際は決めておいたんだろう。男性を助けたかったけれど、命まではかけるつもりはないというのは私も同じだ。あなたたちはどうする？よしこさんに問いかけられ、私たちは奥宮の内部の暗闇に目を向ける。まるで泥を詰め込んだように、そこにある、闇は粘ついているように感じられた。私もやめておいた方がいいと思う。あの中に引きずり込まれたら逃げ場がないわ。次にみつかちゃんがそう言った。私もやめておきます。あ、よかった。ここで選択肢来るかと思った。ここで選択肢来たらちょっと迷うところだった。大輔さんが先導してくれたから、私たちはなんとかここまで来ることができた。その大輔さんが引き際だと言っているのに、一人で中に入ることが賢明だとは思えない。それに私も、さっきは免罪符という都合がいいものにすがりそうになったものの、今は冷静になり、そんなに都合がいい話なんかあるはずがないという考えに戻っていた。若葉さんや高澄くんも中に入ろうという意思を見せなかった。そう、残念ね。よしこさんは名残惜しそうにしながらも諦めてくれる。一旦屋敷に戻ろう。それから武器になるものを。私たちが拝殿の方へ引き返そうと奥宮に背を向けたその時だった。ん？誰かの笑い声が風に乗って私たちを追いかけてきた。同時に控えの輪に背中を撫でられる。お？あ？はっとして振り返ると奥宮の内部が明るくなっていた。
奥宮の格子窓に大勢の人間、人影が浮かび上がっている。中に誰かいるの？わかるのは輪郭だけで、彼らがどんな表情を浮かべているのかはわからなかったけれど、彼らがこちらに背を向けていることはわかった。顔を向けていることはわかった。彼らはいつから奥宮の中にいたのだろうか。そして一筋の光もない真っ暗なお堂の中で一体何をしていたのだろうか。明かりがついた後も彼らは外に出てこようとはせず、ただ奥宮の中からは忍び笑いだけが聞こえてくる。誰だ？俺たちの声が聞こえているのは外に出てきてくれ。大輔さんは声を張りかけて呼びかけても誰一人応じなかった。ただじっとこちらを見つめ忍び笑いを漂わせるだけだ。近づかない方がいい。私が前に出ようとすると大輔さんが腕を上げてその動きを制した。多分屋敷をうろついていたあの化け物と似たような存在だと思う。まあでしょうね。ええ、そうですね。で、この中に百面入って出てきてんだから。中に入らなくてよかったな。中に入っていたらどうなっていたことか。奥宮の中に足を踏み入れていたら、私たちは彼らに捕まっていたのだろうか。そう気づくと膝が震えた。早くここを離れましょう。若葉さんに急かされ、私たちは急いで石階段を駆け下りた。笑い声は雲の糸のようにすごく私たちを追いかけてきた。私たちは拝殿の横をすり抜けて、その勢いのまま鳥居をくぐり抜け、東屋のところまで駆け戻ってきた。もう大丈夫だろうと思い私たちは立ち止まる。それぞれ東屋の柱に寄りかかったり、長椅子に腰掛けたりして休息を取った。はぁ、はぁ、口からは荒い呼吸がこぼれ落ちていく。うまく言えないが、あの場所はやばい気がする。二度と近づかないようにしよう。大輔さんのこと、その言葉に異を唱える者は一人もいなかった。もちろん私も反対する理由はなかったから何も言わなかった。でもなんかお守りとか絶対なんかキーアイテムだと思うんだけどな。ま、なんか耳に、なんかあったよね。寝付けだっけ？あれもキーアイテムなんだよな、絶対。呼吸はなかなか落ち着かなかった。私は休める場所を探して移動し、土蔵の壁に寄りかかる。土蔵の側壁に穴のようなものが見えた。かがんで中を覗き込んでみる。暗くて底は見えないけれど、かなり深い穴であることは分かった。横幅も広く、私でも入れそうな大きさだ。そういえばここに穴があったんだっけ。管理が行き届いていなかったのか、随分前に使用人が土蔵の床板の腐食を発見していた。応急処置として今は腐食した床板は全て剥がされているそうだ。その上、床下に大量ネズミが潜んでいることまで判明し、ネズミ退治のために穴が掘られたらしい。今の穴か。この穴は土蔵の床下に繋がっている。ネズミの駆除は終わり、設置されていた罠も解消されたそうだけど、床板の一部は剥がされたままなので、この穴を通れば土蔵の内部に侵入できてしまう。本来なら修復を急ぐべきだけれど、土蔵にはあまり貴重品が置かれていなかったため、後回しになっているらしい。少し呼吸が落ち着いたので顔を上げると、若葉さんが柱に寄りかかり、苦しそうにお腹を押さえている姿が目に入った。大丈夫ですか？あ、心配になって話しかけると、若葉さんを空想に顔を上げた。大丈夫よ。若葉さんもしかして、質問しようとしたものの少し迷う。もしかして若葉さん妊娠しているのかな？そうだと思うよ。階段を転げ落ちそうになった時も、彼女はお腹をかばうような仕草を見せた。彼女がとっさに見せた表情からは気遣いが伝わってきた。もしそうなら長く走るとお腹の赤ちゃん負担になるだろうし聞いておいた方がいいかも。だけど他人の家庭の事情に踏み込むことには気が引ける。それにもし若葉さんが気遣ってほしいと思っているなら最初に打ち明けていたはずだ。そうしなかったのはまだ出会って間もない人たちに教えたくなかったということだろう。若葉さんが家庭の事情に踏み込まれることを嫌がっている可能性がある。どんな風に聞こう。てか、お腹にさ、赤ちゃんがいて殺されたってなったらさ、もっと余計に。ま、遠回しに聞きましょうか。すぐには踏み込まない方がいいかも。まだ出会ったばかりなのに、いきなり個人的な話題に踏み込むのはぶしつけだと受け取られて、警戒されそうだと思った。まずは他の話をしよう。そう決めて私は話題を探す。走ってばかりで疲れましたね。体は大丈夫ですか？ええ。もし疲れたのに言ってください。どこかで休みましょう。本当に大丈夫よ。疲れたわけじゃないわ。そう言って若葉さんは笑顔を返してくれた。気を使ってくれてありがとう。情けないわね。まだ子供高澄君まで頑張っているのに、私がこんなざまなんて。誰にだって体調が悪い時はありますよ。若葉さんは不安そうにうなずいてしまう。
あの、いちはちゃんだったわよね。はい、そうです。もしかしたらこの先、私の不調であなたたちに迷惑をかけることが、になるかもしれないから伝えておきたいの。私実は、お母さんは瞬時し、一旦言葉を切った。こういう時に無理に続きを聞き出そうとするのは逆効果だと思い、私は黙って言葉の続きを待つ。私、時々つわりがあるの。それで、お腹の中にお子さんがいるんですね。若葉さんはコクリとうなずいた。ああ、よかったよかった。相手から伝えてくれた。でも必要以上に気を使わないで、走れないわけじゃないから。推測した通り若葉さんは妊婦だったようだ。でもそうならどうして最初に教えてくれなかったんだろうか。妊婦さんに無理をさせたくないけど、困ったな。お腹の中に子供がいるのに無理はさせられない。かといって化け物に追われている時に走らないわけにもいかなかった。このことを他の人にも話しておくべきよね。全員に打ち明ける必要はないと思います。だけど大輔さんだけには話しておきましょう。理由わからないけれど、若葉さんは妊娠していることを隠したがっているようだ。だから全員にあえて打ち明ける必要はないと思った。望まれない妊娠とか愛人とかはやっぱり、まあ妊娠のことは周りには言いづらいよね。そういう系じゃねえかな。まあ完全に俺の予想ですけどね。だけど今のところ私たちは行動の芯を決めてくれている大輔さんには事情は伝えておくべきだと思った。そうすればいざという時に大輔さんが力になってくれるはず。そうね。私は大輔さんを呼んできて事情を話した。そうだったのか。いや、階段のところであんたがお腹をかばうような仕草をしてたから、もしかしたらと思ってたんだが、いちはちゃんと同じじゃん。大輔さんも若葉さんの仕草で彼女の妊娠に気づいていたようだ。無理をさせて悪かった。それから申し訳なさそうに頭を下げる。気にしないで。どうせ私たちはもう死んでるんでしょ。若葉さんは自嘲的に笑う。諦めきった言葉を聞いて、大輔さんの表情は険しくなった。諦めるのはまだ早いぞ。私たちがあの世にいるって言ってたじゃない。あの時は、大輔さんは言い任され一旦口を閉じる。悪い。あの時は調子に乗って余計なことを言った。でもここは極楽でも地獄でもない。もしたら俺たちは死眼と彼岸と境目をさまよっているだけかもしれないんだ。もしそうなら現世に戻る道があるかもしれないだろう。いいのよ。お母さんは元気づけようとする大輔さんの言葉を若葉さん本人が苦い笑みをこぼしながら遮っていた。いいの。どの道産むことを迷っていたから。大輔さんは目を見張る。降ろすつもりなのか。若葉さんは深くうなずくことで表情を隠したまま吸い抜けるように私たちから離れていく。いろいろと事情があるの。まあなんか大体そうだよな。まあ想像通りというか。だとしてもこの話はここまでにして。その瞬間はっきりと若葉さんの声が拒絶で凍り張り詰めたのが分かった。屋敷に戻りましょう。若葉さんは私たちの声が届かない場所まで逃げてしまった。他人の家庭の事情に第三者が踏み込むべきじゃないということは頭では分かっている。私たちは若葉さんの旦那様がどう思っているのか、そもそも若葉さんが既婚者なのか、それすらも知らないのだ。でも使用人、恩宮寺の当主との間か、使用人ででバレて半年だから出されたのか。だからその時は引き下がるしかなかった。だけど何とも言えないもやもやとした感情の残滓が胸に残る。屋敷に戻ろう。この世界から脱出する方法を探さないと。大輔さんの言葉に私は上の空でうなずいた。あの化け物はいないみたいだ。屋敷に戻ってくると、まず大輔さんが中に百面がいないことを確認してくれた。本当に大丈夫？大輔さんの肩に手を置いて、みつかちゃんが尋ねる。ああ、中に戻ろう。私たちは滑り込むように屋敷に入り、足音に細心の注意を払いながら階段に近づいた。床板を一歩一歩踏みしめている間、私たちの間で会話が交わされることはなく、ただよどんだ沈黙だけが流れていた。前に進んでねえもんな。勇気を出して捜索したのに、男性の救出はおるか、脱出の手がかりも見つけられなかった。結果を重く受け止めているのか、どの横顔も暗い、出口がないという問題に直面させられ、喋る気力が残っていなかった。
どうせだから別の部屋も調べてみよう。俺は2階の左側の廊下から調べてくるよ。階段の前まで到達すると大輔さんがそんなことを言い出した。まだ捜索を続けるつもりなの？あの場所に戻ってどうする？ただじっと化け物の到来を待つのか？そんなのはごめんだ。みんなは戸惑い顔を見合わせる。みんなは一緒に隠れる場所を探しておいてくれ。大輔さんは一度の結論が出ないうちに動き始めた。私も一緒に行きます。なんとなくじっとしていなくて私も追いかける。待って、私も行くわ。三々に分かれるのか。じゃあすると三塚ちゃんも若葉さんもついてきた。結局全員が後に続き、最後尾よしこさんから全員一緒か。まあそうだよな。2階の左側の通路に入った直後、大輔さんが唐突に足を止めた。彼の視線が前方に縫い付けられているのを見て、視線の先を追う。暗闇の中にひっそりと佇む人影を見つけ、息が止まった。誰？読めない。ん？若葉さんが言わないうちに人影が声がした。名字かこれ。あ、もしかして、阿波原さんか。緊張でこわばった大輔さんの横顔から警戒心が剥がれ落ちていくのが分かった。名字か今の。大輔さんの。阿波原。あー、これもメモっときますか、名前。俺、忘れるんだよ、すぐに。人の名前はね、全然覚えられない。顔は覚えられるんだけど。現れたのは40代ぐらいの和装の男性だった。鼻息が高くはっきりしていて、その鼻の、根元で鋭い三白眼が光っている。口は口ひげと、顎ひげに囲われ、足が不自由なのか木製の杖を持っていた。よかった、無事だったんだな。知り合いですか？この世界で初めて出会ったのがこの阿波原さんだったんだ。でもすぐにあの化け物と行くわしてはぐれてしまった。今までどこにいたんだよ。情けない話だが、あの化け物見つかるのが恐ろしくて、今の今まで1階の和室の教えで震えていたんだ。自分を恥じているのか、阿波原さんをごまかすように苦笑いを浮かべる。恥じる必要ないさ。あんな化け物に追いかけられたら誰だってそうなる。こうして交流できたんだから、よしとしよう。俺たちと一緒に出口を探さないか。仲間に入れてもらえると私も助かる。阿波原さんが私たちの輪に加わるとさらに近づいてきた。距離が近づくと、阿波原さんは私たちの顔を確認しようとしたんだろう。視線を巡らせた。そして私と目が合う。その瞬間、なぜか阿波原さんの表情が引きつったように見えた。彼の顔に浮かんだのか、驚きなのか恐怖なのか分からなかったけれど、誰もが一瞬沈黙するほど、その表情の変化は明らかなものだった。いちはちゃんには何がある？どうしたんだい？いや、なんでもない。阿波原さんは表情を隠すようにうつむいてしまう。阿波原さんの表情の変化が気になったものの、私の方は彼の顔に全く見覚えがない。顔見知りではないはず。先を急ごう。阿波原さんを加え、私たちは6人で捜索を続けることになった。大輔さんを先頭に一列になって通路を歩く。いつの間にか随分人数が増えたんだな。私たち以外にもこの場所にこんなに大勢の人間がいたなんて驚きだ。俺も驚いたよ。まあ仲間は一人でも多い方がいいさ。二人の後ろで会話に耳をそばたてていると、また阿波原さんと目が合った。彼は大輔さんと話している最中も私の方をチラチラ見ている。なのに目が合うと彼は視線を外してしまうのだ。何で私を見るんだろう。惚れてる？こちらは全く心当たりがないから、何度見られると感されているようで居心地が悪い。阿波原さんは何をしている人なの？三塚ちゃんが阿波原さんに質問していた。私たちは自己紹介を終えて、ある程度互いの素性を知っているけれど、阿波原さんについてはまだ何も知らない。だから三塚ちゃんは阿波原さんの情報を聞き出そうとしたようだ。私はしがない物書きでね。物書き？ということは小説か？小説を書いているなんてすごいわ。題名はなんて言うの？それはまあ、詳しくは聞かないとし、すぐに絶版になってしまったものね。だから題名を教えたところで、誰も読むことはできないと思う。阿波原さんはすごく気まずそうにしている。その様子を見て、あまり詳しく聞かない方がいいと悟った。足が悪いんですか？阿波原さんの奇妙な態度のせいだろうか。私は彼のことが気になったから質問してみることにした。昔事故で片足を悪くしてね。以来杖が手放せなくなったんだ。コツコツと阿波原さんが先に進むたびに杖の先端が床を叩く。その音は足音よりも高く響いた。できればはぐれている間に起こったことを教えてもらえるかな。阿波原さんに相談の前、大輔さんが100名に捕まった男性を助けに行ったこと、屋敷の外を一通り捜索したけれど、奥宮に入ることができなかったことを説明した。そうだったのか、そんなことが。
天原さんは話を聞く終えると暗い顔で考え込んでしまった。まあしかし恩宮寺の屋敷で働いていた商人が二人もいるなら何か分かることがありそうだな。とごめん、まだまだ結構続きそうなんだけど、ちょっとね、俺の喉の調子もやっぱりあるのでここまでにしようかなと思います。はい、ということでですね、はい、じゃあ皆さん、この動画ね、まだまだちゃんと続きますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあね。